どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマはデスクツアー。31歳コンサル勤めの公認会計士が作った最強のリモート環境です。私、こう見えて31歳になります。まあそれはどうでもええっていう話で、いつかやりたいと思っていたデスクツアーをついにやっちゃうわけです。いつも見てくださってる方は私の性格を理解していると思いますが、デスク周り相当こだわってます。基本紹介したものは概要欄に貼っておきますので、よかったらポチってください。それでは早速行ってみましょう。もったいぶらずにデスクお見せします。こんな感じです。一人暮らしにしてはかなり大きめです。幅140センチ、奥行き60センチほどあります。高さは変えられます。左側にチェスト、足元にフットレストがあり、デスクの上には主にノートパソコン、27インチモニター、スピーカー、マウス、キーボードがございます。椅子はエルゴヒューマンというメーカーのものです。全体像こんな感じです。コンセプトは一生そこに入れるです。仕事の時はもちろん台本作ったり、本読んだり、YouTube 見たり、どんな時でもデスクに入れる。そんな飽きない、楽しい、機能的をコンセプトにしています。で、それを実現するための3つのこだわりがあります。1、ワクワクするようなデザイン性。2、ハイパフォーマンスを追求した生産性。3、使い方無限大の可変性です。では、それぞれのアイテムがどのようにその3つのこだわりと関連しているのか紹介していきたいと思います。まず、デスクです。こちらはなんと手作りです。世界に1つしかありません。天板を東京の吉祥寺にある勝又木材さんで買ってきて、自らドリルで穴を開け、そこにフレキシースポット社製の電動昇降式の足を取り付けたものになります。めちゃくちゃかっこよくないですか。天板はウォルナットという木の一枚板です。木目が美しく、手前側は木の自然な凸凹を残しており、デスクの中央奥には穴も開いちゃってます。一生座ってられます。かっこよすぎる。何度見ても飽きません。ほんとかっこいい。この1枚板は加工費も込みで17万円だったんですけど、出会ったその日に買っちゃいました。一目惚れです。高さも変えられるのも気に入ってます。正直、立って仕事をすることはそんなありませんが、ミリ単位で高さを変えられるのはめちゃくちゃいいです。ちょうどいい高さってしばらく作業しないと分かんなくないですか。なので、この微妙な調整ができるのはすごくいいです。DIY 自体はドリルで穴開けて鬼目ナットねじ込むだけで、初めてでもできるぐらい簡単でした。一応ドリルの使い方は YouTube 見たり試し打ちを何回かしましたけどね。愛着も湧くので、1枚板で DIY するの超おすすめです。次は左側のチェストです。収納スペースが欲しいということで買いました。家の輪というメーカーのスチールチェストです。武骨な感じがかっこよくて気に入ってます。ここにジョンとテスって書いてあります。いや誰やねん。1段目は文房具、電卓、骨伝導イヤホン、モニターを置くクロスなどが入っています。この電卓は USB でテンキーとして使えるのでマジおすすめです。骨伝導イヤホンもオンライン会議が連続する時代には必須と思ってます。2段目は YouTube の撮影機材です。チェストの上には A4 の白い紙がたくさん置いてあります。アイデアだし、思考の整理、トゥードゥ整理、図紙などあらゆる場面で使用するので必需品です。次は椅子行きましょう。椅子はエルゴヒューマンプロのオフィスチェアです。試しに座ってみていい感じだったし、最悪メルカリで売ってもほぼ元値くらいで売れる見込みだったので購入しました。1年使ってますが、座り心地に関しては問題ないです。長時間座っててもお尻も痛くありません。腰もランバーサポートのおかげで楽です。背もたれも倒せるのでリラックスもできます。あとはアームレストに肘を乗せて安定した姿勢でキーボードを打てる点が素晴らしいです。そしてメッシュ地なので蒸れないし、圧迫感もなく、インテリアとしても馴染んでます。ただ椅子はマジで人それぞれ座り心地や癖があるので、これ絶対おすすめですとは言えないです。さあ、フットレストは割愛してデスクの上行きます。まずキーボード、おなじみのレノボのシンクパッド型キーボードです。監査法人時代からずっとシンクパッドの PC 使ってるので、指がそのキー配列しか受け付けません。特にページアップダウンと矢印の位置、この右下のゾーンで Excel のシートを切り替えるショートカットが使えるのがいいです。そして打鍵感も好きで、音も静かで一生打ってられますね。トラックポイントはたまに使えますが、基本使えません。あると便利かなぐらいです。で、マウス、ロジクールの MX エルゴです。出ました、世紀の大発明。マウス 2.0 とはまさにこのこと。一回使ったらもう普通のマウスには戻れません。
やみつきマウスです。これ何がいいかっていうと4点あります。疲労感ゼロ、静音、小スペース、ボタン操作可能。やっぱり従来のマウスは机の上を滑らすことで腱鞘炎になったり音が発生したりスペースが必要だったりします。ですが MX エルゴはこれらを全て解決します。このトラックボールをコロコロするだけでポインターを動かせます。見た目難しそうですが意外と簡単で、使い始めて3分で慣れちゃいます。さらにボタン操作で戻る、進むができるのも便利です。このボタンは自分の好きなコマンドを割り当てることもできます。難点を挙げるとすると重いし大きいので持ち運びがちょっと不便ですね。まあ私は一生この机にいるので問題ないです。次はスピーカー。これはソニーの SRS-X33 というワイヤレスポータブルスピーカーです。ソニーストアでの販売は終了しているものなのでもう売ってないかもしれません。小型ですが結構パワフルでクリアな音が出ます。毎朝これで K-POP 流してテンションを上げてます。続きまして電源タップ。 J&L の USB コンセント付き電源タップです。これ地味にいいです。シンプルな作りでコンセント4つと USB ポート4つが付いてます。 USB ポートでの充電も割と早い気がします。そしてモニター。こちらはデルの27インチのモニターです。モニターのこだわりはいろいろあります。やはり長時間モニターに向かうのでとにかく綺麗じゃないとストレスです。ということで 4K 以上の IPS パネル一択です。IPS パネルって何ぞやっていう人はモニケンさんの動画をご覧ください。そして長時間モニターを見るので目に優しい方がいいということで非光沢のものにしました。あとはエルゴトロンのモニターも取り付けるのでベサ規格はマストです。ちなみにモニターをデスクに置くならモニターアーム一択です。机の広々感がもう全然違います。なお私はノートパソコン用、モニターアーム用といった感じでそれぞれ独立したモニターアームを2本使ってます。これについては別の動画で詳しく解説してますのでご覧ください。モニターの最後のこだわり、サイズですが、これは迷いました。27インチにするか、31インチにするか、ひとまず27インチでやってますが、特に問題はないです。機会があれば31インチも試してみたいですね。最後に少しクレーム言うと、このモニターは勝手に画面が落ちるというか真っ暗になるんですよね。1日に2、3回くらい。私のモニターだけの個別的不具合なのか、原因もわかりません。電源ボタンを押せば治るので、まあ、全然大した問題じゃないんですが、まあ、ちょっと嫌ですね。ちなみにモニターの上には BenQ のデスクライトを設置しています。夜中紙に書く作業をするときに重宝します。モニターの上部というデッドスペースに置けるのもすごい嬉しいです。なお手元で明るさ調節やオンオフの操作が可能です。以上こだわり満載のデスクツアーでした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄でお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。